伊藤美久さん、さくらあやねさんはどんな思いでキャラクターを演じているのでしょうか。キャラクターの成長についてお聞きしました。こころはあまりこう最初の印象と変わらないというか、いい意味でこうずっとブレずに変わらないところが魅力的だなっていうふうに思っていて、でもこのストーリーとかの中でバンドメンバーたちと一緒に過ごしていく中で、一人だけではこう笑顔になれないんだなっていうことを知ることができたりとか、仲間の大切さとか絆とかそういうところを知っていけてるんじゃないかなって思います。一番最初に撮った声と最近撮った声を多分聞き比べると、多分皆さんも気づくぐらい変化があるんじゃないかなって思うんですけど、それはなんか未だに良かったことなのか悪かったことなのか分かんないんですが、スタッフさんたちとミタケランっていうキャラクターを作り上げていって、ゲームの収録をしてレコーディングをして、こんな風に変わってっても大丈夫、これでいこうっていう風になんとなくなってたんですよね。だからそういう意味ではその時に私が演じたいと思ったミタケランが結構リアルタイムに声と芝居に反映されていて、ああとっても一緒に成長してきたなっていう思いが強いです。それがなんかこう皆さんの中でも納得できるものになっていたらいいなと思うんですけど、どうなのかな。髪型ですかね。こうやってやるとほぼ、ほら、多分この辺に赤入れたら大体見たけらんでた。そのくらいかな。私はなんかあそこまでまっすぐに何かに打ち込んだりするのはすごくなんか眩しくて憧れだなって思うので、どっちかっていうとこう羨ましく思うことの方が多いですね。一番最初にこころを演じた時は結構似てる部分が少ないんじゃないかなと思って、実はちょっと距離を感じていた部分もあったんですけど、こころを演じていくにつれて私自身もどんどんこころに寄っていけたというか、こう明るくて元気なこころに引っ張られて、いい意味で引っ張られて、自分自身も明るくなれたりとか、あとは一番近づけてるなって思ったのはライブに出させていただいた時が一番こう鶴巻心としてステージに立つので、それをお客さんに受け入れてもらってっていうのが一番こう心とリンクできた部分かなって思います。リアルライブとか振り返ってきて、もうメンバーが揃うまでは2ヶ月に1回ぐらいライブハウスでライブをやってて、でその度にこうメンバーが増えてみたいな感じで、最初はただがむしゃらにやっていたら成立していたものがそうじゃなくなってきてたりして、やっぱこう一つのショーとして、なんかなんだろう、ただがむしゃらにやってるだけじゃなくて、いろんなことをさらにプラスして考えながらやっていかなきゃいけないようになって、しかもそれも速さが尋常じゃないっていうか、こう成長スピードがどんどんこう会場が大きくなってって、でも私たちの技術は一気に上手くなるわけでもないみたいな、でそのなんだろう、大きい会場になったり、そう見せるべき人が増えたりってなると、もっともっとこう高いパフォーマンスを見せなきゃって思うんですけど、その速度が速い分、なんだろう、追いつけない自分にもやっぱこうもどかしさを感じたりもします。今の私たちがこういろいろこう経験してきて、ゼロからこうライブを作ったらどうなるんだろうって、それこそこうアニメでポピパたちがやってた主催ライブみたいな感じで、こうゼロから一つのライブを作るっていうのをやってみたいなって思います。
心としてのライブはあまり何も考えてないというか、心だったらどうするかなっていうことだけを考えてステージに立ってます。自由に、心だったらここでこんなこと言うかなとか、ここでこういう風に笑顔を見せるかなとか、そういうのを想像しながら自分が心になったつもりでステージに立ってます。レイザースイレンの皆さんのライブのゲストとかで出させていただくことが多いので、その中でこう今までラスさんの音楽にこうがっつり激しく浸っていたみんなをこうどれだけ笑顔にできるかっていうのをこういつも考えながらやってるんですけど、すごく一瞬にしてこう笑顔を見せてくれるので、私はお客さんの笑顔に助けられてこうステージに立ててるなってすごく思います。本当に楽しいなっていう風に見てもらえるのが一番かなって思います。どこを見てもらってもいいし、歌を聴いてもらってもいいし、どう楽しんでもらってもいいんじゃないかなって私は思ってます。